近藤敏弘のファルコムラジオ、めんどくさいです。でも頑張ります。こんにちは、ALS のナフルチキオリエーションで今日村と演じてるジャシカオリです。何が起こったの今何、こんにちは、 JDK バンドの小寺佳菜子です。なんか聞こえたけど、101回目からは、101回目からは、なんとなんとなんと、ずっと言ってたけど、こんちゃん社長のハルコムラジオになりました。マジになっちゃったマジですか、そんなわけで、ね、リニューアルリニューアル1回目、101回目にして、ハルコムラジオ101回目の放送が始まりました。101回目。この番組ではゼロの奇跡、ボリューションや千の奇跡など続々発売されていくファルコム作品について熱く語る番組です。はい、毎回ゲームのキャストをお招きして裏話を聞いています。というところで、はい、今回はもしかして乗っ取られるのかもしれませんが、はい、ゲスト、こんちゃん社長でーす。こんにちは、近藤です。どうも、しょっぱなからかなり無茶ぶりをすいません、はい、登場ですよね。びっくりしたと思います。毎週聞いてる人、絶対聞いてる人大爆笑してね。いやでも、はい、社長、うん、今日は何月何日ですか。今日は9月の27です、ね。ということは千の奇跡をすでに皆さんプレイされてると。イエーイ、はい、そうです。発売機能でしたからね。そこでの近藤社長登場ということで、今日はいろんな話をね、はい、よろしくお願いします。いろんなトークしていきましょう、はい、ということでお便り、はい、じゃあまず初っ端はゆるめなお便りを、ほう、はい、ラジオネーム ORZ さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。初投稿早々に懺悔します。ほう、高校進学してから忙しさにかまけて50回ほど聞き逃してしまいました。あ、50回って半分100回を前にして半分を聞き逃していたことに気づきました。これからは一字一句さえ余さず聞きますので、どうかお許しください、うん、次にメールをさせていただくときには懺悔ではなくなることを祈りつつ、皆さん体調にお気をつけて頑張ってください。なるほどね。ということで、まあ、50回も聞き逃したってほとんど聞いてるね。そうか、聞き逃し気をつけてくださいね、はい、毎週だからね。毎週やってるもんね、すごいよね、うんうん、そしてこんなの来てます。ラジオネーム、はい、タケヘロさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。これやるんですよ。こんにちはって、はい、こんにちは毎週楽しく拝聴させていただいております。今日はこっちゃ社長も来てますよ。はい、先日ファルコムゲームアンケートの8月のプレゼント抽選に当選しました。プレゼントのことなどほとんど考えずにアンケートに回答した無欲っぷりが、うん、かえって幸運を呼んだのかもしれません、うんうんうん、しかし当選するなどと思ってもいなかったがゆえに、プレゼントの T シャツに私の着られるサイズがない、プレゼントの T シャツに私の着られるサイズがないという事態が発生してしまいました、うん、とはいえあのアンケートは青の奇跡という素晴らしいゲームを我々に提供してくださったファルコム様に感謝の意を込めて回答させていただいたものです、うん、この際プレゼント自体はいただけなくとも、一人のファンとして声を届けられただけでも満足です、うん、実は8月に私は誕生日を迎えたのですが、そう、悲しいことに今年は誰にも祝ってもらえなかったところ、思いがけずファルコム様からこのような形で誕生日プレゼントをいただけることとなり、テンション上がったなのです、うんうん、ファルコムさん、今後も千の奇跡、そしてその続編でモテること決定されてる、そしてその続編で私たちにたくさんの感動を与えてくださることを期待しています、うん、そしてラジオも末永く続いていくことをお祈り申し上げます。なんて丁寧ないい人ということで、うん、誰にも祝ってもらえなかったんですって、こんちゃん社長ね。ちょっと寂しいですね。ね、はい、じゃあこんちゃん社長からおめでとうって、はい、お誕生日おめでとうございます。ちょっと遅れましたけれど、いやー、はい、でもやっぱりなんか抽選に当たる時って無欲で意識してない時がやっぱり多いと、多いと思いませんか。確かに、はい、そうですね、当たる気満々だとね、うん、まず外れますね。物欲センサーっていうのが働く、そうなんだと思います。え、もうそっか、9月
つも最後か。はい。はい、なということで。ということは、MVL を選びましょうということで、はい、9月度の、そうですね。ね、最も、はい。なんか、頑張った度、レターを決めるよ、ということなんですね。うんうん、なので、10月分も、またその MVL を目指して頑張ってくださいよということでお便りください。さあということで、そろそろあのコーナーに行きましょうか。はい、水さんタイトルコールお願いします。出発特務支援課。リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の特務支援課見習いの2人がその要請に応えていく出発特務支援課です。それでは支援課見習いの2人に登場してもらいましょう。今回は近藤社長が来てくださっていますよということなので、社長に物申す社員を演じながら登場してください。ドキドキしますね。ねえ、はい、言われるのかな。心の準備はいいですか。はい、いきますよ。ではしおりんから3、2、1どうぞ。社長、2週も連続でラジオに出て大丈夫ですか。少し休んでください。休んだらまた千の奇跡の販売に向かいましょう。特務支援課見習い浜本しおりです。なんかお気遣いいただいた感じがして逆にちょっとありがたかったです。どんなの来るかなドキドキしてたんですけど意外とできる。はい、ね、やっぱね。社長、千の奇跡が面白すぎてこのままではユーザーの皆さんが寝不足になってしまいます。特務支援課見習い金沢和友です。はい、ありがとうございます。そうなるといいなと思います。でももうもはやみんな手に入れてる人はもしかしたら寝てないんじゃないかという、ね、このラジオ聞いてないと思います、ね。昨日も発売したわけですからずっとそのまんま夜通し今もやってくれてる方がいたらやっぱ嬉しいですよね。ね、はい、いややってるんじゃないですか、みんな。やってる人からしたら、うん、どこよりも早くこう、近藤社長のこうなんかトークしてる感じのね、線作った人のトークが聞けるというこの番組は貴重なんじゃないですか、うんうん、聞きながらやってるって人もおるね、おるかもしれない。ああ、はい、なるほど。ね。ということで、うん、今回はそのこんちゃん社長来てくださってるんだから、このコーナーいいんじゃねえかということですね。ね、いいですぞ。今回はいつものあれでございます。ファルコムミュージックライブラリー。たくさん存在する素敵なファルコムミュージック、名曲たちとの出会いをプロデュースするこのコーナー、それがファルコムミュージックライブラリー。珠玉の名曲をガチショーコンビにかっこよく曲紹介してもらっちゃいます。ということで今回はですね、こんちゃん社長の推薦曲、はい、それを2曲ご紹介しようということなんですね、はい、でも選んでくださってるということなので、ガチショーコンビにかっこよく紹介してもらっちゃおうと思います。よろしく。はい、では浜本いきます。ファルコムミュージックライブラリー、今日ご紹介するのはなんとなんと今回が放送初公開ではないのでしょうか。近藤社長おすすめのこの曲、バイオリンの旋律がとても美しく、目をつぶるとまるでフィールドの様子が浮かんでくるようです。テンポや音の広がりが心地よく、情緒があふれるこの曲を聴くだけで千の奇跡の世界をひしひしと感じます。今すぐにでもプレイをしたくなっちゃいます。ということで今回は千の奇跡より街道通常曲です。どうぞ。ということで、ずっとあれですね、バイオリンがフィーチャーされた形の曲。そうなんですよ、うん、もう今ゲームをまさにプレイしてる方たちはすでにこの曲を聴いてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれど、もう第一章の街道の
曲なんですね、うんうんうん、で割と帝国って聞くとあの今までのシリーズのイメージから殺伐としたちょっと軍事的な国家であるというイメージが強いんですけれど、やっぱりそういうところから一歩外にでも出てみると普通にやっぱり美しい自然が広がっていて、うんうん、もうそこを歩いていく主人公たちという光景がやっぱりゲームの中で出てくるんですね、うんうん、まさにそこの曲なので、うんうん、あとは、まあ、ゲーム序盤で使われている曲なので自分としてもたくさんプレイした場所でもあるんですね。そういうところで、思ったよりしっとりしてるな、はい、そうなんですよ、なんか意外とあのフィールドの曲明るい雰囲気のやつ多かったですよね。なるほど、なんかすごく、はい、あの秋な雰囲気、あなるほど、これはですね、でも結構帝国の中にやっぱりいろんな地域があってですね、うんうん、この第一章で主人公たちが向かう場所っていうのは結構風車が置かれていて、広大な光景の中をこの曲流しながら歩いていくんですよ。なるほどね。すごい穀倉地帯が広がっていて、まあ小麦がちょうど今季節なんだよっていう話が主人公たちしながら、まあ遠くに回っている風車を眺めつつ、まあいろんなところに向かっていくというシチュエーションなんですね。なるほど。だからなんか感じるもんね、その秋っぽいっていうよりもなんかちょっとね、切ない、うん、若干切なさありね。帝国ってこういう光景もあるんだっていうシーンなんですね、うんうん、はい、じゃそれをゲーム序盤からもう感じられる素敵なシーンでかかる、はい、そうですね、はい、おすすめ曲です。なるほど。ということで千の序盤の中でかかる曲ということでしたが、続いての曲もねまた紅茶社長の推薦曲ということで、はい、じゃガチ君お願いします。はい、ファルコムミュージックライブラリー、近藤社長のおすすめ2曲目は発売されたばかりの千の奇跡からの1曲。後半に行くにつれ大きさ力強さが増していくイメージのこの曲はまさに僕好み。終盤に来るコーラスのようなところはとってもかっこいいです。相変わらずファルコムミュージックを聴くとゲームをプレイしたくなりますね。それでは聴いてください。千の奇跡よりガレリア要塞襲撃曲です。どうぞ。戦闘曲って感じがする、そうですね、これは先ほどの割と牧歌的なバイオリンの曲に対してもう直球ど真ん中150キロのストレートっていうまさにザ・帝国っていう曲なんですね。そうですね、はい、軍がなんかドンっているみたいな感じの迫力、はい、でこの曲はですねゲーム開始直後に流れる曲なんですね、うん、もうですからプレイしてる皆さんすでに聴いてる曲だと思うんですけれども、うん、そう気になってたんですよ、はい、これタイトルがなんか結構それげなタイトルなんでこれ後半の方だったらかなりネタバレじゃないのとかで実際にその後半の方のイメージなんですけれど、ゲーム開始直後にこういうことがこれから起きますよというプロローグとして挿入されているシーンなんですね。でまあ、ガレリア要塞というちょっと聞き覚えのある場所だと思うんですけれど、そこが何者かによって襲撃を受けていて、まあ、その襲撃した組織に対して主人公たちが立ち向かっていくっていう本当に勇ましいシーンなんですね、うんうんうん、いかにもファルコムらしくって、うんうん、いかにもエルボニア帝国らしくって、うん、いかにも疾走感のある
ファルコムサンドということで、もうこれは絶対のおすすめですね。そうですね。はい、かっこいい。これ、はい、フルのオーケストラで聴いたらいいかもね。面白いかもね。再現するぐらいのね。すごそう。いやー、かっこいいですわ。そうか、でもそうね。みんなやってる人はもうゲームの、こう、中に入って聴いてる曲ではあるんですね。で、これはあと体験会をやった時にですね、ちょうどこの曲のシーンを体験会で使用したんですよ。はい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 。で、体験会用のあのゲームっていうのは割とあの皆さんにきちんと楽しんでもらいたくて、製品とはちょっとモンスターの配置とか宝箱の配置を変えたりとか、いろいろ工夫して何度も何度も自分でチェックしたんですよ。で、この曲ずっと聴いてて、家に帰ってから寝てもなんか流れてくれない曲だったので、なかなかあの、血と涙を結晶的な曲でもあるので、はい。でも今回も口ずさめる曲というか、やっぱなんか一回聴くと。そうなんですよ。この曲は一回聴くとやっぱり口ずさんでしまう曲なんですね。ね、あの、ファルコムサウンドチーム JDK のルールなんですけれど、ね、一度聴いたら口ずさんでしまう曲を書きなさいというルールがあるんですけれど、まさにこの曲はもうそれを体現してくれた曲かなというふうに思います。その通りな感じですね。はい、いや、まあそういう曲が1000にはまだまだたくさん出てくるんだとは思うんですけども、この序盤のでかかるという2曲を聴いただけでももう期待度が、音楽の期待度がもう私高まりまくっております。はい。いやー、すごいですね。そうですね。ということで、こんちゃん社長、ありがとうございました。はい、おすすめ曲。なんかこう、はい、やっぱいいですね。そうですね。こう、携わった人に推薦されて。ファルコムから切っては切れないものです、ね。いいコーナーでしょ、私、ほんと待ち望んでて、はい、このコーナーができるのが。もう本当に。ということで、あなたからのリクエストもまだまだ受け付けておりますよ。ということで、ファルコムミュージックに関する思い出とか、この音楽を聴くとあのシーンを思い出すとか、熱い思いをたっぷり書いて送ってきてください。以上、出発特務試練課、ファルコムミュージックライブラリーでした。取り調べ室。コティオの取り調べ室。今回取り調べるのは日本ファルコム社長のこんちゃん社長です。今回はリスナーから届いた証言メールという名のメールをもとにぶつけていきたい質問をと思います。です。お手柔らかにお願いします。はい、ということで早速いきたいと思います。ラジオネーム、さくらもちこさんからいただきました。ありがとうございます。皆様、こんにちは。こんにちは。千の奇跡について質問です。はい。単純な質問です。はい。今回はなぜ、千の奇跡となったのでしょうか。その由来は本編のストーリーで明かされますか。もしくはこの作品のイメージなどを文字にしたものが、千だったのでしょうか。お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。なるほど。単純と言いながらも深い質問が来ました ね、うん、これ私も気になってました。これは本編で明かされるかどうかっていうのはちょっと本編のネタバレになってしまいますんで、ここでは言えないんですけど、でも千の奇跡って名前をつけた、いきさつはちゃんとありまして、今回やっぱり帝国ということで、まあ、いろんな、はい、大事件が、動乱が特に起きると。まあ戦争も起きるし、大変なことが起きるよと。で、まあその一方で、まあそういう状況下で主人公たちっていうのは、決して負けることなく、へこたれることなく、立ち向かっていくというところがありますので、そういうものをイメージした、その主人公の軌跡をイメージしたタイトルにしたいというのがまずあったんですね。で、まあやっぱり動乱のイメージから、例えばその火が、炎がひらめくとかいう言葉があるんですが、うんうん、ひらめくは閃光の線、線の奇跡の線なんですよね、うんうん。そういうところもありますし、あとリーン、刀持ってるじゃないですか。うんうん、で、剣がひらめくっていう言葉ありますよね。刀でこうやってパッて切った時に、銀色の光がパッて、暗闇を切り裂くような奇跡。そこにやっぱりリーンがやっぱりそういう状況を切り開いていくイメージですよね。そういうところからもやっぱり線の奇跡。どうかなっていう話があって、千の奇跡。なるほど、はい。そうですよね。ゼロの奇跡っていうタイトル一つ取ってみても、キーヤの正体が分かった時に、あっていう仕組みになってるじゃないですか。そうなの？そうなんですよ。ね、ちゃんと意味があるよねっていう。そうですね。はい。嘘、空の奇跡にしても、なんか結構空の描写が
多かったじゃないですか。はい。あれも。だから、意味がちゃんとあるんで、適当に鉛筆倒しとかできる。好きな感じ。また、あとタイトルが決まった後にですね、やっぱり、タイトルがこう決まったからこうしようってこともあるんですよ。はいはいはい。ありますね。はい。空の奇跡って決まった後にやっぱり空の描写をたくさん増やしたりしてるんですよね。なるほど。ダンジョンとか。はい。で、タイトルを決めるってことはやっぱりそのゲームを決めるっていうことなので、それが決まった瞬間になんか会社全体にドライブがかかるような感覚があるんですよ。非常にタイトルって重要ですよね。重要ですよね。はい、重要ですよ。ね。なんか、聞くところによると、会長とかも、なんかこう、困った時は、ね、案を出してくれるんですよ。案を出してくれるとかって。はい、他になんかこんなのあったよとかっていうのって、聞いたりしてもいい。他ですか？以外に候補。1000以外の候補は、はい、いっぱいあったんですけれど、やっぱり理由があって、ダメになってるわけですよね。はい。なるほどね。割とでも、うん、戦争そのものをやっぱり、バサッと、ストレートに持ってきたものが多くって、ストレートすぎて、やっぱり、ボツにしてるんですよ。例えば、炎の奇跡とか。はい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 、はい。もうイメージさせられすぎですもんね。そうなんですよ。それだとやっぱりちょっと、深みがないなっていう話になるんですよ。炎の奇跡ってパッと聞いた時にどう思うって言ったら、なんとなく、火が揺らめいている奇跡が浮かぶんだけれど、それ以上のことがやっぱりちょっとイメージできない。そう、ね、単純なお話のイメージがあるな。はい、それで言っちゃうと。そうなんですよ、うん、そう、わかりやすい話になっちゃう。はい。だからよくタイトル決めるときにファルコムで、うん、深みがないなっていう言葉がよく出るんですよ。だからタイトルをやっぱりパッと聞いたときに、いいねで、そこからなんかさらにいろいろ想像できるとか、妄想しちゃうとか。そうですよね。はい、想像がその先が、こっち側に委ねてもらえるだけの、こう、はい、タイトルですもんね、線とかも。そうですね。何がなんだろうっていう。はい。で、やっぱりパッと聞かれた時に、いろいろうんちくが語れるとか、そういうタイトルはやっぱりいいなって思うじゃないですか。なるほど。はい、で、そこにナイスの質問を。いいっすな、この深く切り込んでる感じ。スパッと行きましたね、この質問。すごいスパッと来ましたね。まさに線な感じの質問をいただきましたね。はい。はい。あとね、こんなメールも来てます。ラジオネーム終点さんからいただきました。お願いします。質問です。ズバリ、線の奇跡で一番注目、期待してほしいところはどこですか？また、奇跡シリーズを通して気になっている謎、伏線などがあったら教えてください。ということなんですけど、いろいろ謎とか伏線とか、そうですね、今回回収されますか？まあ、今までの帝国って、はい、まあ、リベール王国を舞台にしていた時も、うん、それからクロスウェルを舞台にしていた時も、うん、ただ伝わってくる情報っていうのは全部伝聞ですよね。そうですね。人から聞いた話なんですよ。うん、で、それが実際に、その詳細であるとか、うん、真実っていうのは、うん、まさにこれから語られていく部分なので、うん、ぜひその目で、今まで聞いてきた、聞きかじってきたものが実際にどうであったかというのを目の当たりにすることになるんですよ。そこはもう、ぜひ期待していただいて大丈夫ですので、楽しみにしていただければなというふうに思います。逆に、はい、この線から入った人が、はい。わからないじゃないですか。これどういう意味なんだろうっていうのを遡ってやることもありですよね。そうですね。でも、この線の奇跡はですね、割と、まあ、クロスベルからまたシリーズが一回切り替わってますので、再登場するキャラクターとか出てくるんですけれども、僕らちょっと気を使ったのは、その再登場するキャラクターも、初めて登場するキャラクターのような登場の仕方にしようという形でやってるんですよ。だから、帝国で改めて、まあ、例えばいろんな人が出てくるんですけれども、きちんと紹介するところからなんですね。まあ、例えばオリビエっていうキャラクターがいましたけれど、はい、まあ、このキャラクターはどういう人でっていうところは、また違った切り口、帝国の人間として初登場っていうことになるんですよ。なるほど。散々いろんなところで見てきているけど、はい、そういうところは、新規の方には普通にスッと入れるようになってますし、なるほど。逆にずっとプレイしてきた方には、あ、帝国では実際にこうなんだとか、オリビエじゃ本当はこうなんだとか、そういう新鮮さがあると思います。なるほど、なるほど。はい。そしてそしてお願いとかね、いろいろ来てるんですけどね、はい、じゃあちょっと毛色を変えて、ラジオネームティオファンクラブ副会長さん、また微妙な位置だ副会長さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。奇跡シリーズでこのキャラが特に好きというキャラクターはいますか、ということなんですけど、これは僕の話ですか？はい、そうです。ああ、好
きなキャラクターはそれいっぱいいますけど、そうですよね。でもせっかく千の奇跡が出たばかりなので、はい、千の奇跡の中で挙げるとすると、うんうん、7組のメンバーでですね、うん、すごい嫌な鼻持ちならない貴族の次男がいるんですよ、うん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 、ユーシスっていうんですけれども、はいはい、彼が僕は結構おすすめなんですね。で、なんでかっていうとですね、うん、いかにも大貴族の息子で闇なんですけれど、うん、実は付き合ってみると意外とっていうところが一面もちゃんと出てくるんですよ。これはぜひゲームを進めて皆さんに見てみてほしいなと思うんですけれど、うん、まあやっぱりそういう人間になっていきさつであるとか、うん、やっぱり奇跡シリーズらしく掘り下げてえぐるように描いていきますんで、彼とお互い眠れなくって夜ベッドに入ったまま会話するシーンが出てくると思います、うん、プレイを進めていくと、うん、そこでの会話がやっぱりポイントで、うん、これ以上はちょっと皆さん今まさにプレイされてる最中だと思いますので。でも珍しいですね、はい、メインキャラクターで嫌な感じの人って。そうなんです。で、7組メンバーはもう本当に、うん、帝国の中のいろんなやっぱり身分とか種族っていうか、うん、まあ、中には遊牧民族みたいな人もいたり、うん、本当に帝国の縮図なんですね、7組って。貴族がいて平民がいて、でも貴族と平民の間のような人もいて、うん、平民だけれどすごいお金持ちで、うん、大財閥の令嬢がいたりとか、だから本当癖があるんですよね。だから癖があるからやっぱり当然ぶつかります、うん、ぶつかるし、でもやっぱりそこにいろんなお互いへの理解とか、うん、友情があったりとか、すごい青臭くて恥ずかしい会話があったりとか、うん、そういうところは今までの奇跡にない部分ですよね。そうですね、はい、意外となんかいい子、優しい子っていう物分かりの人が多かったんで、うん、そういうぶつかり合いの仕方をするっていうのはちょっと新鮮だなと思って、ね、そうですね、楽しみです。あとこんなんも来てます、はい、ラジオネームシクラメンさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。以前シオリンが話していたファルコムの音ゲーについてご意見伺いたいです。難しい譜面でパーフェクトを出した時の達成感をファルコム音楽で味わってみたいのですが、うん、どうでしょうか。よろしくお願いしま す, マジで音ゲーなんか作ってほしい、ちょっと新規軸4000曲ぐらいありますからね4000曲。すごいっすよ、もう難解な曲。そう、曲は本当にやってないのは演歌とラップくらいとサウンドチームの人たちも言ってるぐらいでいろんなジャンルもありますし、ね、そうですよね。これどうですか、ワンもやったし、ねえ、ね、やりたい。そう、音ゲーやりたいですね。誰か作ってくださいよ。ねえ、そうですよね。僕プレイしたいですね。ね作るより。本当だ、誰か作ってくんないかな。うんうんうん、あと、こんなお願いも来てます。ラジオネーム、セカンドミッシーさんからいただきました。ほう。千の奇跡予約しました。千に続いて青いボも発売決定となってファルコム祭りですね、うん、そこで思ったのですが、ゼロ青もエボリューションが出たのだからゼロ青の OVA が出てもいいんじゃないかと思ってます、うん、ファルコムさんぜひお願いしますということなんですけど、そうですね、見たいですね。見たい。たりき本がだけぜひ。でもこれはやっぱ皆さんの応援があってやっぱりできることですので、はい、ね、やりたい気持ちはあるんですよね。この先、はい、青の奇跡エボリューション出ますので、もう僕らもやっぱり可能な限り盛り上げたいと思います。その結果としてやっぱりアニメ化っていう話がやっぱり出てきて決まるとやっぱり僕らも嬉しいし、どんどん協力していきたいと思いますしね。ちゃんとメーカーさんから出るっていうんじゃなくて周りからね、うん、声に押されてってお願いされるってことの多いですね。で、まあ、ただやっぱり僕たちの力だけでは、うん、ね、できないことも非常にアニメーションの世界にはありますから、うんうん、そりゃそうだ、はい、うん、あとこんな質問、ラジオネーム、これまたセカンドミッシーさんですね、僕は空の奇跡からずっとやっていて千の奇跡の発売日が決まってずっとテンションがマックスです、うんうん、しかし発売日を楽しみにしていて忘れていたのです。それは自分は大学入試があったことです。勉強しなくちゃいけないのに線もやりたい、勉強しなくちゃいけないのに線もやりたい、こんな時どうしたらいいですか、教えてください。こんな時これは無責任なこと言えませんよ。そうなんですよね。やっぱり勉強を優先してほしいですけどゲームをやってほしいという、うん、ちょっとそう、非常にこの手の質問来ると我々も答えに困るんで、はい、もう困るので社長に模範回答をじゃあ、はい、僕はセンター試験の年にイース4が出たんですよ。
悩んだ挙句2日間でクリアしました。おー一気にクリアして勉強に戻ろうと。すっきりしたと。あただこれはやっぱり人それぞれだと思いますからね。はい、そうですね。いやすげえや、こんちゃん社長やっぱりそうか。はい、すごい氷のボスみたいなのがいて、それが通せなくて焦った方がいいです。それなら2日でクリアできない。いやでもちゃんと ねこう乗り越える男なんですね、こんちゃん社長みたいになりたかったらそういう例もあるよっていう、ね、そうですね、うん、はい、ぜひ集中して勉強もゲームも集中してやっていただきたい。いいですね、うん、最後に大変にいい回答、本当ですね、とってもいい回答でしたところで、はい、あと質問していいですか、はい、女性キャラでは誰がいいんですか。女性キャラはあの、うん、僕ラウラが好きなんですよ。あ、へえ、結構かっこいい、あの、うんうん、キリッとしてね、大きな体験を持った、うん、あの、うん、パーティーの中でもリーンと並んで強いんですよね。で常にキリッとしていて、うん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 、貴族らしい堂々とした態度で、何にも自分には恥ずかしいところないよっていうお姉さんキャラなんですけれど、もうとにかくかっこいいんですよね。でも7組メンバーにはやっぱりいろんな人間がいて、うん、ラウラが理解できないこともいっぱいあるんですよ。そういう時にの局面に遭遇した時にちょっと困った感じのラウラがまたちょっと可愛いんですよ。可愛いだなどうしようこれみたいな。へえ、ちょっとラウラちゃんもうちょっと見て見つめていこうかな。じゃあ私、そうですね、だからどのキャラクターもでもきちんとやっぱりバックボーンが、うん、あの丁寧に描かれてますし、うん、で今回ちょっと、ね、あの今までと違うのがどのキャラクターもほとんど家族が描かれてるんですね。へえ、実はそれって、うん、ゲームであまりないことですよね。ないかもしれないです、ね、親いないとかそらじゃないですか。うん、うん、ねえ、でもやっぱりそのそれぞれの主人公のバックボーンが帝国の情勢につながっているので、うん、やっぱりお父さんが出てきたり、うん、お母さんが出てきたり、うん、お兄さんが出てきたりと、うん、でそのやっぱり親とか兄弟とどういうふうに、うん、あのメンバー、うん、その個性派のメンバーが触れ合うかとか、うん、接しているのかとか、思った通りだったり意外だったりとか、やっぱいろんな展開が、うん、思い切りましたね、はい、あるんです。すごい、なんかそこを思い切ったな。私やってほしかったんですよ一度。あ、そうですか。ゲームでしっかり、はい、だってリアルの私たちには家族がちゃんといて、はい、天涯孤独って人って実はあんまりいないじゃないですか。そうですね。ね、だから、ちゃんと家族を書いてほしいなって思ってるんです。なんで、あんまり書かないと時間ないのかなとか。どうなんだろう。やっぱ冷めちゃうのかなとか、はい、いろいろ思ってたんですけど、やっぱり生きてて家族って切り離せないんで。そうなんですよ。だからさっき言ったユーシスなんかもお兄さんが出てくるんですよね。うんうん、お兄さんの前ではちょっと意外なやっぱり、ところを見せたりするんですよ。うん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 、そういうところでちょっとほろっと来たりとか。はい。はい、あれファルコムさんのキャラクターみんなこうキャラがそれぞれちゃんとしっかりしてて、うん、いつもこう思い入れちゃうというかキャラにこうなんか心情を重ねちゃったりとかするんですけど、またそれがさらに、そうです ねさらになんか深みを増したようなところが千の奇跡はありますので、うん、はい、家族をね書くとね、しかも面白いなって思うのが、うん、自分が年を取った時に自分の家族の状況って変わっていくじゃないですか、うん、それに合わせて感想が、キャラクターへの感想が変わる。ああ、なるほどね。その時見てたキャラクターと自分の年重ねて感じて、うん、そうそうそう。昔は別になんか、あんまりなんか親が小言をすごく言うタイプのキャラクターとか、うん、ねえ、なんか親と問題を起こすキャラとかの意味、気持ちがわかんないとかだったけど、うん、自分が今例えば親と揉めてたりとかすると、ああ、そう、あの時のあのキャラの気持ちがわかるよとか、うん、自分の状況によって好きな感じのキャラクターが変わったりとか。ああ、そうですよね。そうそうそう。ね。よかった。別にそのキャラ自体が変わったわけでは何でもないのに、はい、そういうのがねあったりするんで、ね、こっち側の自分の成長とともに、そう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 、家族を描くっていうのは実はそういう良さがある。そうなんです。意外と地味にそういうところ新しいことやってます ね、はい、楽しみでござる、うん、その辺もね、はい、そっか、いろいろまだまだ楽しみな一面がたくさんあるぞということで、みんな今やってるみんなもね、はい、ワクワクしながら細かいところまで楽しんでください。はい、はい、というところで、聞いてらっしゃるゆりさんさんに最後になんか一言お願いしたいんですが。そうですね、もうプレイしてくださってる方たちは、まあ、ちょっと、どんな感じかお聞きしたいんですけれど。逆に聞きたいですね。そうですね。まあ、でも非常にファルコムの新しいチャレンジをふんだんに盛り込んだ多分奇跡だと思うんですよ。まあ、グラフィックもそうですし、システムもそうですし、それから今言ったキャラクターの描き方なんかも今までにない切り口で挑んでいますし、もうそういうのをとにかく今僕たちが持てる力をやっぱり出し切って、新しい機種
って新しいシステムで新しいキャラクターたちと新しい舞台で始めてますので、うん、ぜひぜひ堪能してほしいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まだまだ聞きたいことはありますけれども、はい、コーディオの取調室、今回のゲストは日本ハルコムの社長近藤社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。近藤社長にはエンディングまでお付き合いいただきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。つぶやき、ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺私頑張れるわというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。はい、そしてコテさんにもつぶやいてもらいつつ、試験官の二人にもつぶやいてもらいつつ、はい、うん、こんちゃん社長はどうなるのかな。ああ、どうしてください。それではまずティオのつぶやき聞いてください。ティオのファルコムラジオ、めんどくさい。いえいえ、とんでもない。もっともっと頑張ります。ちゅうちゃん社長に怒られた。なんかけなげでしたね。社長なんか可愛いと思ってたりして社長怒られた。大人になった。めんどくさいってどういうことですか。やめたらどうですか。とんでもないです、とんでもないです。すいません。ロコサレ島のマヨタさんからミッシーに関する報告書が届きました。なになに。ミッシーは江戸っ子みたいな喋り方をする。あ、新たな発見です。どういうことですか。悩んでとか。どういうティオのファルコムラジオ、めんどくさいです。でもキーヤがいてくれれば頑張れます。それはそうだね。はい、では行きまーす。あー、秋やね。秋って言ったらサンマやキノコ、いろいろおいしいものあるよね。お腹すいたな。え、何、差し入れ。え、ヘルシオリンから。あー、私今お腹いっぱいあるよ。お腹いっぱいです。いりません。何もいりません。差し入れいりません。はい、年間の2人はい、と思います。ガチいきます。バルドさんの年プチが欲しいな。ファルコムさん、いや近藤社長、お願いします。直談判でくれていいよね。売れるんだったら。いつからだろう、このラジオでカネッサカズトモじゃなくガチトモやガチくんとしか呼ばれなくなったのは最初からです。最初から。ネヒサさんとか誰のこと言ってるの。みんな名前言われると誰ってなる。じゃあシオ行きます。はい、シオリンの気まぐれ麻婆豆腐、その辛さジャッジバレット級。辛いだけか。危ないぞ、危ないぞ。何が入ってるのかな。次行きます。皆さん、食欲の秋、芸術の秋です。これをたくさん食べて、綺麗なお花畑に行ってきてくださいね。どういうことですか。行くの字がとっても違う行くになっておりますね。危ないよ。社長が今ボソッとすごいこと言う。わお。はい、ということでここで普通なら閉めるんですけど、はい、今日はゲストさんが来ているので、ぜひコンちゃん社長にも、コンちゃんのつぶやきの中から社長が読んで面白いんじゃないかっていうのを2つほどチョイスしてみたの。よろしくお願いします。先に言えよっていう。まあサプライズですね。ね、わすげー。ではコンちゃん社長のつぶやきです。マジです。マジです。ミッシーを愛するか影丸を愛するかは自由だ。両方です。両方、はい、両方とも愛しいですね、うん、はい、エステルさんはファルコムの顔としていろんなところに出張されていますね。負けませんよ。僕そんなに出たがりじゃないんですよ。すげえ。負けません。今後も頑張りますよ、こんちゃん。じゃあ自分のとこに頑張ります。よろ
ろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いいですねありがとうございました。いい、はい、ということでこれからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやき、ね、いろんな一面が見えるつぶやきお待ちしてます。以上ティアのつぶやきでした。僕は誓う、50年後のファルコム作品も今と変わらず愛してる。コテカナニュース、101回目だけに101回目のプロポーズということでございました。日本ファルコムの耳寄りな情報をコテカナカナコがハイテンションでお届けします。みんなテンション上がっとか、上がっと、すごい息が合いました。さすがでございます。はい、ということで101回ニュースです。千の奇跡いよいよ発売、イエイイエイイエイ、うん、9月26日日本ファルコムの最新作千の奇跡が発売されました。発売を記念した店頭抽選会には参加してもらえておりますか皆さん。これはですね、何かというと今もうやってるところなんですよね、ズバリ。豪華商品が当たる店頭抽選会、秋葉原大阪名古屋で行っておりますよ。昨日秋葉原でやったところなんですけれども、はい、この番組が公開されている本日27日はソフマップナンバザウルス展、ソフマップナンバザウルス展で開催されておりますよ、うん、まだ今だからこれね、お昼に聞いてくださってる皆さんはレッツゴー、そうですね、すぐレッツゴーしてください。はい、明日はソフマップの名古屋展にて行われますので、名古屋周辺にお住まいの方はぜひぜひ参加してください。豪華商品が当たるんだって、楽しみでございますね、うん、参加方法などなど詳細は日本ファルコムの公式サイトにてご確認ください。ということで来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上コテカナニュースでした。はい、ということで、はい、ファルコムラジオ第101回 お別れのお時間となりました。というところでこんちゃん社長、2週にわたってゲストということでした、うん、いかがでしたか。はい、いろいろ無茶ぶりをされて自分の知らなかった一面に出会いました。申し訳ございません。あんな楽しかったですね、大きな声で自由だって言ってるこんちゃん社長、珍しいですね。自分もびっくりしました、ね、自由だのところはどう言ったらいいのかわからないいや、すごい自由な感じ、出たとこ勝負で、自由だって感じ、自由だって感じでしたね、よく表現されていて、とっても素晴らしかったと思います。ありがとうございます。はい、それでは今月最も面白かったお便り決めましょう。私たち4人がそれぞれこれが良かったんじゃないかというお便りをノミネートしました。はいはい、一人一人ね、発表していきたいと思います。それではまずコテさんですね。はい、ではですね、私今回も悩んだんですけれども、こちらラジオネーム南極帝国さんからのお便りです。はい、トギさん曰く、壁は乗り越えるものじゃない、壊すものだと。もう目から鱗だわうまいですね。そうですよ ね、これはいいセリフだよ。乗り越えられなかったら壊しちゃえばいいんだよね。もう拳でドーンね。そう、ライトもびっくり。そう、これ、ほんといいセリフだなと思ったので。素晴らしいと思います。これ、ちょっと一票入れて。座右の銘にしたいもん。ね、です。で、じゃあ、シュリン。はい。はい。浜本はですね、ラジオネーム、就活めんどくさかったです。でも頑張りましたさんの、はい、を押したいと思います。この方、今まではめんどくさいです、でも頑張りますだったんですけど、うん、その、就活の面接中などにこのラジオを聞いて頑張ってくださった結果、こう無事に就職できたということで、うんうんうん、ラジオネームをいっぱい水さんがこう考えて、はい、ね、はい、っていうのがありましたけれども、頑張って聞いてくださった、両立してくださったということで、これを押したいと思います。ね、お、はい、じゃあ続いてガストもいきます。はい、ラジオネームシンクの炎さん。こちらですね、100回記念放送も都合が合えば参加します。東京だけじゃなく名古屋とかでもやってほしいですっていうお便りですね。なるほどね。そして大阪、名古屋、東京だけではなく、台湾の方からいただいたメールです。しかもラジオネームがそのものズバリファルコムラジオさんっていうね、ローマ字で書いていただきましたというメールです。ね、愛を感じたよね、熱意を。はい、っていう4つを選んでみました。で、こんちゃん社長にも今回は選出というかこう、どれが良かった票を入れていただくということで、はい、そうですね、はい、全部で今日は何人いるんですか。11人いる。11人、はい、はい、ということでじゃあまずコテラが選ばせていただきました南極帝国さんの道義の名言
壁は乗り越えるものじゃない、壊すものだに一票入れてくれる人、お手上げ6人、これは多いんじゃねえか。6、はい。浜本のラジオネーム、就活めんどくさかったです。でも頑張りましたさんの頑張りに、一票投じたい人、お手上げ。お3人、はい。はい、続いて、ガチ友のラジオネーム、シンクの炎さんの、イベントを名古屋にも、お手上げ。1票、うん。うん。そして、台湾から、いただきましたファルコムラジオさんからのメール2票、1票、はいはい。ということで今回の MVL は姉様、ダーン、イエーイ、南極さんですが、え、何、大事なところが抜けてるんです。メールアドレスがないんです。南極さん、こらそれはいかんな。ということは、繰り上げ当選になるそうです。わおー、こういうことがあるんだね。でしょうでしょうか。ということは、繰り上げは、その辞表多かったのがしおりんということで。はい、就活めんどくさかったです。でも頑張りましたじゃあ、決まりました。わー、なんという無情。なんという、ね、世の中の無情。まあ、こういうことメールアドレスが書いていないと。そうだね、連絡がつけられないんだよという、ね、みんなの心に深く刻み込まれてる、ね、まあでもおめでとうございました。 MVL こういう当選方法もあるということで、はい、ね、忘れずにメールアドレスをお書きください、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで10月ももちろん第10回おてる大賞やるので、本当に皆さんこれを教訓にして、あの送ってくださる方はですね、はい、アドレスを忘れないということでよろしくお願いいたします。私たちが盛り上がりそうな大笑いそうなお便りお待ちしておりますよ。1ヶ月かけてお便り対象をこのように決めていきます。あなたからの熱い投稿お待ちしております。そしてファルコムラジオでは皆さんからのメールもお待ちしております。続々とリリースされるファルコム作品への熱い思い、まあ線もね昨日発売ということなんで、ガンガン熱い思い、プレイした感想、さらに私たちへの質問やティオのつぶやきをぜひ送ってきて、あ、そうだ、はい、今日私これから JDK バスライブ大阪で頑張りますので、ええ、また皆さん、あのこの後いらしてくださった方はその感想なんかも ね、はい、ですね、お待ちしておりますよ。頑張ってくるんでね、よろしく。そして特務支援神習いのコーナーではあなたからの支援要請を募集中です。あなたのアイディアでガチ塩コンビをフル活用してください。各週のペースでやっているファルコムミュージックライブラリーへのリクエストもお待ちしております。はい、そして、今回はねこんちゃん社長に来ていただいていろいろ喋ってきたんですが、千の奇跡について、次回のゲストはいよいよ千の奇跡からエイリオットクレイグ役を演じていらっしゃる白石涼子さんがご登場ということで、楽しみにしていてください。はい、全てのコーナーの宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はい、そしてツイッターもやっております。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやき送ってきてください。はい、番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレス載ってます。確認してください。そして小手さんが、近藤社長かっこよく書くで、近藤社長かっこよく書くでと意気込んでいる小手さんの小手書き、これね書き方によっては、あの次か小手さんいなくなっちゃう、うん、ね、いやいや、かっこよく書きますよ、かっこよく書く、ハードル上がりましたよ、ね、カメ出してもらっちゃって恐ろしいよ、はい、はい、ぜひぜひ頑張ってください。小手さんの小手書き、こちらもぜひチェックしてください、はい、それではまた来週お会いしましょう。お相手は水橋香織と小手かな子でした。またね。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。千の奇跡もうゲットしましたか？まだの人は今すぐゴー！